確かな経験と実績を積んであります。何としてでも皆様方の地元から新たな声を、そしてまた市政の政治活動に反映のさせることができる確かな実績を持った方がこの地元からは必要なんです。そのためにも吉田進候補、私中田学、千葉県議会議員でございますけれども、私からも自信を持って進めることのできる、そういった地方の議員として市政と、そしてまた県政と同じく大きな声で国政にも意見を言います。そしてまた地方にも私たちは一つ一つ根ざした地域活動をやってまいります。どうか皆様方の貴重な一票を吉田進候補に賜りますように心からお願いを申し上げます。吉田進でございます。民主党公認候補として吉田進、8月9日もうすぐですね、立候補 しました吉田進でございます。どうでしょう皆さん、今高木大輔桜市議会議員の大きなご声援いただきました。桜の皆さんがこの柏市が素晴らしいと言ってるんです。私もそう思います。柏の市民意識調査 70%、 実に 70% の方が買い物の便利、そして自然が豊か、交通の便がいい、このように言ってる。実に 70% 大きな誇りです。私柏市民としてこんな誇りありません。桜の皆さんがそのように見ているんですね。私も誇りに思っています。しかしどうでしょう皆さん、残り 30% 残り 30% のことはどのように見ているんでしょう。この柏市、皆さん考えてみてください。この坂瀬駅に来るまで500メートル以上の方困っているんです。500メートル歩いて来れないんです。高齢者の方はこの500メートルって大変な距離なんです。高齢者の方々にとって病院に行くこと、そして買い物に行くと非常に困難なんです。買い物、これは日常の買い物ができるところ500メートル以内にあるかどうか、これが買い物難民を作る一つの目安だそうです。500メートル、これは平坦であって500メートル。坂道の多いところでは400メートル、300メートルと当然少なくなっています。皆さんいかがでしょうか。この近くにも思いを聞く、そしてその課題解決に取り組む、それが私の仕事だと思っております。いろんな議員、今回47名の方が立候補しています。さまざまなことを言ってます。あれもやります、これもやります、それもやります。皆さんやってもらいましょうよ。そしたらこの柏市、素晴らしい柏市になるんじゃないですか。ぜひとも実現させてもらいたいと思っています。